こんにちは、加藤です。今日も始まりました。初歩すぎて誰も教えてくれないシリーズの第2弾、5分で学ぶ基礎講座。今日は画面を置く場所によって形が歪むことについてお話したいと思います。今ちょっとモチーフを用意してみました。テーブルの上に布、花、瓶、レモン。こんな感じの生物モチーフを描く際に、どんな風なポジションで絵を描くといいのかなんですが、まず体を正面、モチーフに対して正面向けます。正面向いた時に右利きの方は右手を伸ばしたところにイーゼル、画面が来るようなこういったセッティングで絵を描き始めます。これ気をつけてほしいのは、体はモチーフの方に対して正面を向くことで、右手を伸ばした時にだいたい腕1本分くらい、このくらいの距離に画面が来るような、イーゼルの高さも自分の座高に合わせて、だいたい手を伸ばして目線がちょっと上、手が画面の中心よりちょっと下あたり、このあたりに画面が来てモチーフを見比べられるように、こんな風なポジションセッティングが一番描きやすいと思います。つまり形が歪みにくいんですね。頭を動かさずに目線の移動だけでモチーフを見て画面を見て、モチーフを見て画面を見てがやりやすい位置、こんな風なポジション設定をしてあげるといいです。これよくありがちなのが、イーゼルをこれ左側に持ってくる人って結構いるんですね。はい、逆に悪い例です。モチーフに対して体正面向いた時に、右利きの人の場合イーゼルを左側に置いて描く際の腕越しに、肩越しにモチーフを見るような、こういうポジションで描くのは形が歪みやすいです。どういうことかというと、肩越しにモチーフを見ることによって体が少しねじれたような感じになるんですね。で、そうするとモチーフを見る時の顔の向きが若干左寄りになります。モチーフに対して体が正対している方が垂直と水平が合わせやすくなります。体がモチーフに対して斜めを向いていて描くっていうことになると、体が横を向いてるせいで頭も、つまり見る時の視線の使い方が斜め横を見る感じになるんですね。例としてカメラで写真を撮った時の画面の端っこにある垂直線が斜めに映っているような状態、そんな風に人の目には角度が斜めになったように感じられることが多いと思います。それが形の狂いの原因になりやすいので、肩越しにモチーフを見るっていう状況はなるべく避けた方がいいでしょう。あともう一つ、似たようなシチュエーションで気をつけた方がいいポイントをお話しします。形が歪みやすい状況設定の二つ目、おまけでお話しします。今回は白い布を敷いたテーブルが斜めに置かれています。自分からの見え方が左が手前、右側が奥へ、斜めにテーブルを見ている、左が下がっていて右が上がっているような、こういう状況設定ですね。こういう風なテーブルの見え方をしている時の上に乗っかっているモチーフ、今回はティッシュボックスを乗せていますけれども、このティッシュボックスが左下がり右上がりっていうテーブルに置かれている場合と、右下がり左上がりに置かれている場合で見え方が違ってきます。感じられ方が変わってきます。こういった右上がり左下がりのテーブルにティッシュボックスが右の面が見えるように置かれていると、まあ、こういう感じなんですけれども、こんな風に置かれている感じなんですけれども、人間ってこの形を、この角度を決める、描くときに手前にこの角度があると、こんな風にまあテーブルがあるわけですが、手前にこの角度があると、この角度が視界に入ってくるせいで、この面が今回でいうと水平に近い面がより右下がりに感じられることが多いです。この部分がこんな風に左側に向かってこう開いている、広がっている、この形が無意識のうちに視界に強く印象付けられるんですね。なので実際はほとんど水平に近い置かれ方、右の側面がそんなに見えていない、水平に近い置かれ方をしているんですが、こういった状況で描く時って必要以上に左上がりに描いてしまうことがよくあります。この角度がより左上がりに
感じられることがよくあるんですね。実際は水平に本当に近いんですけれども、この角度が視界に入ってくるせいでより強調される気がする。よく目の錯覚みたいな、同じ長さの棒でこんな風な線が引いてあるせいで長く見えたり短く見えたりっていう目の錯覚のお話ありますけれども、同じようにテーブルのどちら側から見てるかによってここの角度が違って見えてくる例です。ちょっと逆に置いてみましょう。今度はどうでしょうか。ティッシュボックスの向きは、右の面の見え方はそんなに変わってない、右の側面がちょっと見えてるっていう状況は変わらないんですが、手前にあるテーブルの今度は右下がりなテーブルの置き方をしてみました。で書くとこんな感じ。右下がりのテーブルに対して、若干右下がりにティッシュボックスが置いてある。まあ、こんな感じなんですけれども、さっきと比べてこの角度の見え方どうでしょうか。より水平に近い感じに見えるようになったんじゃないでしょうか。先ほどと比べて今度はここが結構平行に近いんですよね。ちょっとだけ右下がり、幅としては手前の方がちょっと広がっている置き方をしているんですけれども、さっきと比べて平行に近いようなテーブルの置き方しているせいでこの角度がちょっと水平に感じられるようになったではないでしょうか。こんな風にモチーフの形、モチーフそのものを描くときにどんなテーブルに置いてあるのか、テーブルをどちら側から見ているのか、正面から見ているときと右側から見ているとき、テーブルを左側から見ているときによってモチーフの見え方がだいぶ印象が変わって見えてきます。見え方が、感じられ方が変わるっていうことを知っているだけで形が歪む原因っていうのが想像できるようになってくると思います。もう一回最初の状態に戻してみましょうね。今日はモチーフを描く際にどんな風にモチーフを見るのか、描く時のポジションによって、イーゼルの位置によって、モチーフ台の向きによって印象が、見え方が違ってきますよっていう話でした。こういった些細なことも、自宅で独学で絵を勉強しようと思う人ってあまり気にしてないことが多いんですね。テーブルに置いたモチーフを右側から見ているのか、もしくは左側から見ているのか、正面から見ているのか、その視界に入ってくるテーブルのエッジの角度によってモチーフそのものの角度が違った印象に見えてくるっていうことを覚えておいてください。さて、いかがだったでしょうか。初歩すぎて誰も教えてくれないシリーズ、5分で学ぶ基礎講座、今日は以上になります。100人100作品公表会の作品も随時募集しております。下の概要欄に詳細貼っておきますので、そちらからご応募ください。皆さんはもうすでにクラブハウスというアプリ登録されましたでしょうか。加藤さんけんちゃんシリーズの雑談を近いうちにそちらでやりたいなと思っています。よろしかったらハットマークウニアトリエで検索すると出てくると思いますので、フォローをよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。